中部方面隊は、陸上自衛隊の方面隊の一つである。防衛大臣直轄にあり、東海、北陸、近畿、中四国地区に不19県の防衛警備や災害派遣等を担任。方面総幹部は伊丹駐屯地に置かれている。中部方面隊は、2個師団及び2個旅団を、機関兵力としており、管内には31個の駐屯地、5個の分屯地、21個の、 自衛隊地方協力本部が配置されている。中部方面隊総監部付中隊を総監部付隊に改編。師団制への改編により、第3管区隊は、第3師団に、第10根成団は、第10師団にそれぞれ称号変更、改編。第13師団を進編。山口県の警備担当を西部方面隊から移管。中部方面航空隊を進編。 中部方面広報支援隊を呼び、中部方面衛生隊を新編。中部方面武器隊を廃止。第10師団を戦略機動師団に改編。第2教育団を中部方面混成団に改編。方面直轄部隊として中部方面移動監視隊を新編。第304保安中隊を中部方面警務隊霊下に編成返し、第304保安警務中隊に改編。 中屯地正門。イラク入りした36連隊の無事を祈る黄色いハンカチがひらめく。中部方面総幹部は、兵庫県伊丹市の伊丹中屯地にある、防衛省人事発令。2015年12月18日閲覧。ありがとうございます。